はい、梅です。こんにちは、どうもどうも。はい、今、ちょっと緊急で動画を回してます。さっきですね、ツイッター、r 現 X を見てたらですね、ちょっとね、トイコディズニーリゾートのグリーティングに関して、あんまり今マナー違反で、ちょっとないなっていう、そういうちょっと動画が回ってきたので、それについての解説と、僕が持っていることを述べたいと思います。でね、どんな動画かと言いますと、 ディズニーシーのですね、多分ロストリバーデルタだと思うんですけども、そこでですね、と、ティモンとラフィキね、ライオンキングの、ティモンとラフィキーがグリーをしていて、で、ラフィキとですね、あ、すれ、ティモンとですね、なんか通称を取ってる男性がいて、で、その奥にラフィキーがいるんですけども、で、ティモンと通称を取った後にですね、その男性がですね、 こうティモンの腰をグイッと掴んで、で、中は無理やりですね、奥にいるラフィキの方に、そのティモンを連れていこうとして、で、ちょっとなんかね、引きずるような感じで、グイグイッと腰を掴んで強引に連れていこうとして、で、ティモンがなんかちょっとね、転びそうになっちゃってんですよね。こう、引っ張れる感じになって、腰掴まれて。で、それで思わずね、ティモンも軽くパニックになっちゃって、 で近くにいるですねあの、無関係のゲストにちょっとね、なんかしがみつこうとして <laughs>、で、そのゲストもびっくりですよね。で、ずるずるっとそのラフィキのところまで引きずられていって、そこでやっと、あの、ゲスコンですか、いわゆる、あの、アテンドのキャストが気がついて、で、なんか、ちょっとちょっとみたいな感じで、まあ、どうだろう、数十秒の動画なんですけども、まあ、モザイクがかけて、で、注意喚起で回ってきました。 でまあ、ちょっと見てよこれひど,ひどくねみたいな感じでモザイクが書かれてあされてでそういう風にねあのアップされてたんですけどもでそれが回ってきましたでそれ見てですねちょっとやっぱあまりにもないなってちょっと思っちゃいましたねあの通称ねティモンと通称取ってるとこまでは別に良かったんですけどそこまではね本当に何ともないんですけども突然その男性が「 モンの腰をガバッと掴んで柔道とかプロレスのなんかね技みたいな感じでグイグイグイっとねのラフィキの方にね連れてこうとするんですよね。うわーっと思っちゃったな。でティモンもやっぱよっぽどびっくりしたのか怖かったのか。 何かそこにいる無関係の男性ゲストになんかこうわかるあの連れてかれないようにねしがみつこうとしててちょっとその男性をびっくりですよねその男性がもし一緒に巻き添えで押し倒されてたらやばかったですよねだからねその無関係のゲストにティモンもしがについちゃうなんてよっぽどパニックでちょっと焦ったんでしょうねでまあゲストねキャストもだからたまたまそのシーン見てなかったみたいでいやーびっくりしました でその前後のツイートを見るとなんか「中国人」みたいなそういうようなことも書いてあってまあでも僕もねなんか人種差別はしたくないんですよね。これだから中国人はとかねそういうことは言いたくないんですよね。逆の立場でさたまたまマナーの悪い日本人がいたとしてアメリカとかでさ。 でそれで「これだから日本人は」とかってね言われたら嫌じゃないですか。で自分の生活の中に置き換えてみてもさなんか「なんとか中学は不良が多い」とかさ言うじゃないですか「なんとか高校は柄が悪い」とか言うじゃないですか。でもその「なんとか高校」「なんとか中学の」のたまたま柄の悪い人がたまたまいるだけでそれで一とくくりにされたらちょっとそのたまったもんじゃないですよね僕だって田舎の時ね。 僕その細身中学っていうんですけども細身中学がガラ悪いとか言われて「ちょっと待って」みたいな全員そうとは限らねえだろうと思うのでああいうふうなと風評被害というか「これだから中国人は」なんて言われて中国人全員そうではないのでだからやっぱああいうマナーの悪い人がいると巻き添え食らうのであれよくないですよね。でねやっぱり グリのルールーでですよねやっぱりで僕やっぱり、ね、アメリカにしろっていうんじゃないんですけどもやっぱ快適に気持ちよく全員がグリできる方法って何だろうって考えたらやっぱり整列だと思うんですよね。でアメリカはねほぼ9割ぐらいが整列です。でごくごくたまにね野良グリもあるんですけどもなんか野良になっても自動的に列になるんですよね。これやっぱり あの整列グリーンが浸透してるんですよねだから始めあれ囲みと思っても自然と列ができるんですよねで日本でもですねなんか整列になったり囲みになったりよくわからないですよね例えば春日の時にですね僕あの仮装でベルとかねあとシンデレラとかにね仮想で会いに行ったことがあってでファンタジーランドの裏のあの何 ホンデッドマンションの横の扉のとこですね。あそこで僕ベルと、それからシンデレラとグリーしたんですけど、ハロウィーンの仮装の時ね。その時はね、完全整列でしたね。で、ところがですね、エントランスに行った時、エントランスのベルは半囲みっていうんですか、ドバッと囲みになるんだけど、輪になって、で、キャラクターに呼ばれたら、あの、通所が取れるみたいなね、 そういういシステムだったんですよ、ね、であの反囲みっていうの囲みになってキャラに目があったりキャラから「おいで」って言われたら選ばれた人がなんか写真撮ったりキャラと触れ合えるっていうあのシステムは日本独特ですね。えっと、ねアメリカで香港上海でそういうシステムがあるのか分かりませんけどあれは日本独特ですね。 で僕個人的にはあの半囲みになってキャラに呼ばれたら行っていいよっていうあのシステムは僕は反対ですねあのシステムはすごく嫌ですはっきり言ってだからキャラにね結局目があって呼ばれないとやっぱり行けないわけだからそうするとなんかキャラの気分とかねキャラが好き嫌いとかこの人嫌だったら目がね合ああわない限りは呼んでくれないのでだから 同じ僕もやっぱおじさんなのでおじさんなんだけどやっぱどうしてもねこの例えばフェイスのねこのねプリンセスとやっぱ撮りたいってたまに年に1回ぐらい思うんですけどで小さい子がいるってやっぱ呼んでくれないんですよねまあそりゃそうですよね。そうするとなんか中のキャラの気分とか好き嫌いとかねで。 目が合わない可能性があって分かんないけどまあそういう偏見というかね思い,思いかもしれませんけど <laughs> とにかくですね呼ばれない限りはずっとね同じ人がいるんですよねそこに居続けるのでだからやっぱねあのシステムよくないと思っててやっぱりとっとと整列やっぱり列作った方がいいと思うんですよねでそれにあの輪になって目が合って呼ばれたらいいよっていうのはあれ日本語は通じないとあのルール分かんないんですよね キャストがですねそうこういうルールですよとかねあの囲んだゲストに言ってて、ね「キャラに呼ばれた方は通所ですよ」とかねそういう風にね「キャラに呼ばれない方はそれまで待っててくださいね」とか言うんですけどあれやっぱりね言葉が通じないあの要はねあの外国人旅行客とかだね外国人ゲストだとあのルールわからないのでやっぱりね普通に並んだ方が、まあ、誰でもあのルールだと。 すぐ分かるじゃないですかあっこれ並んできてる順番ねっていう風に並べない世界共通なのでまさか並んでるところにね飛ばしてさ強引に行く人なんてまずいないと思うのでだからやっぱり僕は整列にしてほしいなと思いますね。なのでこれを機関にですね日本でも整列グリを僕は徹底してほしいなっていう風に思いましたね。整列だだったら公平だし ね、並べはラインカットにならない限り絶対順番は回ってくるしですいてたらね2周3周できるのでで現に僕もね前にねベルと通称の時にね2周しましたからねあのガストの仮装の時にねだからやっぱり2周できるんで空いてるとねだから整列がいいと思うのでうんやっぱああいうの見ちゃったらやっぱ整列がいいなと思いましたね。 はい、以上です。まあでもあのティモンは怖かったと思うね。めちゃめちゃかわいそうだった。今度ティモンになったらね、ちょっと声かけてあげたいですね。めっちゃかわいそうだったな。はい、多分ね、ググるったりね、検索すると出ると思うので、まあちょっと見てみてくださいよ。はい、とことか思いました。はい、以上になります。じゃあねー。